皆さんこんにちは、リルレのお時間です。何か気づいてるでしょ、どうせ。いや、ノン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 、気づいても言わない、野暮だから。今日はね、ハルイカエギング、なんとなんと1キロアップするまで帰れまでーす、その兆候ということで一人です。先日ね、申し訳ないです皆さん、マー君とショタがキルアップするまで帰ってくるなっつってたのに帰ってきちゃって申し訳ない気持ちでいっぱいなんで、今回は僕がねリベンジ編といたしまして、ある離島の方に来ております。キルアップを釣って無事にね企画を成功に導きたいと思います。よろしくお願いします。それではやっていきます。さあ、はい、ポイントの方ねやってまいりました。どうだろう、来たことないポイントですけど、めちゃめちゃ良さげ。はい、ポイント入りました。2箇所目です。居ついてそうな、ポイントをチョイスしました。はい、皆さんポイント入りましたよ。来ましたよ皆さん、向かい風です、がっつり。この間とも、よいしょ、いい、お塩の話。こうやってね釣りの動画、まあ、エギングメインでね動画上げさせてもらってるんですけど、皆さんにね、お伝えすることの一つとして、地形とねタイドグラフをねつけて動画を作成してるんですが、これがまたね自分なりの勉強にもなるんですよ。釣れたタイミング、まあ、統計が取れるっていう、単純に。今日は何潮でした？せーの、そうなんです、流潮なんです。最も潮が動かないっていう潮ですよね、流潮って。ここで釣果が出てるっていう、この恐るべき現実なので、この日に合わせてきました。ここの流潮は鉄板だろうと。からの、お邪魔しました。潮早い、ちょっと流しようでしょ今日。ん？何？ライン緩んだ。ライン見ろ。気づいてないわらわら。ライン、ライン、ライン。アイーン。イカがエビ抱いてる。抱いてるよ。合わせろ、アイーン。早く合わせろ。アイーン。おい、たーい。おりましたね。いましたね。よいしょ。いました。ロープ際ですね。ストラクチャーにいましたね。さあ、キロあるか。保りましょう。慎重に。あ、追尾がある、追尾が。これリリースしましょうね。よいしょ。はい、どうぞ。入ってください。よいしょ、入った。自分で入ってくれた。はい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 、来ましたよ皆さん。来ました。エギはね、リアイソス。リリースしましょう。もうこれキロないもん。ありがとう。ありがたき。いて。回遊で入ってきたイカを取りたい。大きい個体が入ってくるのを願う。雨降ってきたな。ちょっと雨早いよ。今日降らない予定だったのに。なんなのよ。ちょっとちょっと雨を、ちょっと。ヤシロアキ呼んで。ヤシロアキ呼んで。誰か。ヤシロアキ。雨、雨、降れ、降れ、もっと降れ。ダメだ、降ってきた、降ってきた。やばいやばいやばい、降ってきた。皆さん、雨が降ってまいりました。ちょっと定点直したいと思います。釣れるんかな？だって去年なんて僕いっぱいも釣ってないんですよ、キロイカ。簡単じゃないんでね、やっぱりね。まあ頑張りましょう。はい。はい、ポイント移動してきました。漁港のね、湾内ですね。湾内オブザ湾内。もう初めて入るポイントですね。
入ってくるならがっつり入ってきそうな気もするっすよね。でかいか船道ポイントっすね。わー、うん、悪くないね。しっかりボトムまで落としましょう。おらんことないよさすがに。来ましたね。はい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 、いいね、いましたね。やっぱりよいしょ、得意のタモ入れを試みたいと思います。足一本やろな、早かったもんな合わせの。あ、一本だ、でかい。まあいいサイズ。バラしたらごめんなさい。あ、入れた、バラした、ごめんなさい。マジで最悪です、すいません。タモも入れミスっちゃったっすね。まあ、でもキロイカはなかったんですね。あえてのリリースっていうことで皆さん。皆さんおはようございます。夜中の12時ぐらいに納棺して、2時3時前ぐらいに寝たんですかね。ノンアルコールでフィニッシュピザ、昨日現在9時半でございます。すいません、朝まずめね、寝坊しちゃうのももう全て自分に降りかかってくることなんで、しっかり背負い込んで、背負って背負って背負って、すいません。ってことで1キロアップ釣れるまで帰れません。で2日目張り切って頑張っていきたいと思います。イエーイ。ゲイじゃないのよ、寝坊しちゃってるから。朝まずめ到着いたしました。それで行こう。これでもいいけどね、インナーシートが入ってるやつですね。で今日はね、沸かしを昨日釣れはしたけどね、大きいのは釣れなかったっすね。ダメですよ、コンディション的には良くないんですよね。バック風やない、もう。おー、痛い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 。いや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 、これじゃないこれじゃない。見てよ皆さん、ほらしんちゃんしんちゃんしんちゃん。魚はついとるけどな、ここにめちゃめちゃでかい。アジじゃないのこれ、アジじゃないのかな。イカお出かけしてるみたいね。ちょっとね、海をねこう調査しながら回ってたらアジがいたんです、はい、ちょっとやってみたいと思います。ジグタンですね。ジグヘッドはね、ティクトのアジスタ 1g にレインズワームですね。中層あたりまで、ね、落としてます。のどかよいしょ、ほら、あ、抜けた、あ、抜けた、よいしょ、ほら、アジです。はい、来ましたよアジさん。15ぐらいですかね、サイズ的に。はい、続けてやっていきます。次はちょっとアクションかけてみましょう。当たってますね。ボトムかな、いや違う、よいしょ、し来ました、アジ来ました、アジ。次アクションをかけて食わせましたね。チョンチョンチョンホールです。ちょうどね、あのロープあるでしょ、そこのそこのね際を狙ってやっております。当たってます。うわー楽しい。うわめっちゃ走るやん。青物、あ、青物、ちょっと赤ちゃん、ブリの赤ちゃんか。当たってるもん。アジ、それはチンパンジー。アジちゃんです。わお。続いて、じゃーん。34のねワーム。太元になってるでしょ。鉄板って書いてたんで買っちゃいました。中層あたりまで落としましょうね。
よし、こんなもんでいいでしょう。ああ当たったな。ああ当たってる当たってる。よし、はい、34でも来ましたね。鉄板ワーム。うわ、これサイズでかい。これでかい。いいサイズ。皆さん、いいの来た。これ20超えてます。これ尺折るかもしれないね。ないか。皆さん、イカ発見しましたか。果たしてイカは釣れるのか。2日目、夕まとめ2日目、ここで決めたいですね。 3.5号ダートマスターリアルイソスジエビ、やった、いましたね。よいしょ。おっと、おゼロですね。いきます。